ターマネジメント、そこは、ハローロー、ワンチャンネル実験 VTuber のカリキンです。キャットキャット、右はマットネスなバーチャル実験をやっている素敵な VTuber。今日も面白い実験をやっていくよー。ワイワイ、今回の素敵なテーマ、それは7つの大罪のうちの1つ、そう、怒り。みんなはさ、ムカついた時ってどうやって、ね、怒りを鎮めてる？枕を殴る？大声を出す？友達を殴る？ね、いろんな方法があると思うけど、ね、怒りを鎮めないでいると大変なことになるよね。カゲキンも昔というか、先週怒りに打ち震えてしまって大変なことになったの。ああ、研究してたらパソコンがつかなくなっちゃった。ねえ、怒った結果がこの惨状だよ。もう、このラボ使えないよ。おしまいよ。どうするのよ、あなた。もうダメよ。怒りは悲しみしか生まない。怒りって大変だ。みんな怒りをそのままにしちゃいけない。そして、ラボを破壊することによって怒りは収まらないよ。いい？ね、そういう困った時はどうすればいいか。そうだ、AI に作らせよう。ね、このままじゃ次の実験ができない。こんな怒りは、ね、また怒ったらラボ壊しちゃうから。この負の連鎖を断ち切るために、ミーの優秀なパートナー、最新 AI、ジェミニ君に相談してみます。ジェミニ。ね、この怒りをどうにかするために、実は、ね、このジェミニ君と、あと、優秀なね、明大という大学の、ね、専攻研究がありまして、ね、こう怒りを消すためには、怒りを紙に書き出して、その紙をね、もしゃもしゃもしゃって丸めて、ポイって捨てるとか、でシュレッダーにかけると、ね、実は、ね、怒りが失われてしまうという研究があるんですね。すごい！この研究、エビデンスがある！エビデンス！で、みんなもエビデンスが欲しかったでしょう。エビデンスがあれば、怒りは沈められるかも、ちょっと思ってたんじゃないですか？ね、最近エビデンスがないことばっかりしてるでしょ。ね、お友達を殴ったり、お友達のを蹴り飛ばしたり、お友達を殴ったり蹴り飛ばしたりするのは、エビデンスないのよ。君たち、ダメよ。お友達蹴って怒りを発散するのは、エビデンスないから。というわけで、ジェミニ君と素敵な、ね、怒りをシュレッダーにかける、アンガーシュレッダーアプリを作るぞー。イエーイ！ワンワンワン！さてと、それじゃあ作っていきましょう。ジェミニちゃんに、研究を貼って、明大の研究で、怒りを紙に書いて、シュレッダーにかけると、怒りがなくなると。なくなるという研究があるらしいですと。なので、そういうウェブアプリを作りたい。メモに、テキスト入力エリアに書いたメモをアニメーションでシュレッダーにかけるアプリを作ってね。これでできるかな。これで一発でできたらすごいな。本当にできるのかな。やってみるよ。お！できるかな。できるかな。できるかな。ね、こうなんか考えてる。Whisper Anger Was Research。 お、あ、すごい、怒りのシュレッダー、アンガーシュレッダー。
すごい。ちょっとこんな上から順番に上から書くなんてやばいな。上から行動を書いてる。ちょっとちゃんと考えて書いてる。こんな風に上から書くなんてできないよ。人間には AI も無理してるでしょ。これは、ああできた。嘘でしょ。うわあ、アンガーシュレッダーもうできちゃった。じゃあここに書こう。で、研究をしていたら、パソコンが壊れて全部なくなっちゃった。もう嫌。これでシュレッダーにかける。お、うわあ、わあ。見た目が違うけど、イメージした見た目と違いますが、これはこれで素敵だ。すごい。できちゃった。というわけで、アンガーシュレッダーできましたが、ちょっとまだね、これじゃまだ納得いかないよ。というわけで、これから完成品にするために、AI ちゃんとなんか、ね、もっと壁打ちして、完全版を作ります。待っててね。はい、というわけでアンガーシュレッダーが完成しました。わー、パーフェクトアンガーシュレッダー今見せるね。これです。すごいでしょう。これで怒りが粉砕できますよ。ね、見えますかこの画面に。ね、アンガーシュレッダーのこのメモのところにあなたが怒った怒りの内容を書き込めます。そしてね、怒った内容を書いてね、シュレッダーにかけられる。それだけじゃなくて、なんとね、怒りの内容が思いつかないってことありますよね。ね、怒りたいのに怒ることがない。うわぁ、そんなの嫌だ。そういう人向けにこのランダム怒りメモを生成できます。おいね、PC のアップデートが勝手に始まって1時間以上の作業が止まった。締め切り直前だったのに、すべての計画が台無し。頼むからタイミングを考えてくれ。うわぁ、これはすごい怒りだ。ね、これシュレッダーにかけちゃいましょう。ね、シュレッダーにかけるをスイッチオン。うわぁ、すごい。うわぁ、リアル好き。よし、これで怒りがなくなった。すげえ。怒りがなくなったし、陽気なお方だから。楽しみにしてたのに絶望感が半端ない。わあ、こんな怒り放っておいたら大変だ。今すぐシュレッダー。イエーイ、怒りバイバイ。お前の時代はおしまい。これで怒りがなくなりました。というわけでね、今回の偉大な発明、アンガーシュレッダーです。ね、これがあれば、怒りは消えてなくなる。ね、この世界から。もうアンガーマネジメントなんて古い。マネジメントするな。怒りをマネジメントなんてできない。シュレッダーにかけろ。アンガーシュレッダーで怒りを裁断しろ。怒りを粉砕。怒り粉砕。火災。大爆発。わー。というわけで皆さんもアンガーシュレッダーで怒りを破壊しましょう。破壊しろ、破壊しろ。うわあ、怒りを破壊しないお前がイライラする。怒りを破壊しないならお前もシュレッダーにかけるぞ。おい、これを見てるお前、シュレッダーにかけてやる。ああ、シュレッダーにかけてやる。
けで、ね、みんなも怒ったらシュレッダーに、怒ったらシュレッダーだよ。バイバイキーン。